それでは Google デベロッパー交流会第3回 Google データ API のディスカッションを始めたいと思います。それではですね、最初に自己紹介からいきたいと思います。まず最初、私の自己紹介から。私は Google でプロダクトマネージャーをしております石原直樹です。今日はよろしくお願いいたします。それでは時計回りに行きましょうか。はい、増井さんからお願いいたします。株式会社ワイズノートの増井雄一郎と思います。どうもよろしくお願いします。最近ですね、フローの人としてフローでプログラム組んでいるので有名なんですが、ほとんど実はですね、 G データはサンプル程度とか雑誌にちょっと書く程度で、使ったことがあるぐらいで、実際にプロダクトを何か作ったとかないので、あまりですね、詳しい話にちょっと突っ込めないところもありますが、よろしくお願いします。横和電機の桜庭と申します。横和電機は本業なんですけど、副業として Java in the Box というウェブサイトをホスティングしてまして、そこでいろいろ Java の情報を発信するというようなことをやっています。よろしくお願いします。Google 株式会社の岸本武史と申します。プロダクトマネージャーをやっております。どうぞよろしくお願いします。アップスのパートナー展開などに関わったことがありまして、その際に Google データの API を使ってお客様がユーザーの登録をするとか、リッチなサービスを作るとか、そういったことのコンサル的な役割で Google データ API に関わらせていただいております。どうぞよろしくお願いします。Google の本社に勤めている半賀明です。どうもよろしくお願いします。私は G データとの関わりは、カレンダーのデータをいろいろと携帯端末に、シンクロナイゼーションするようなクライアントを書いたり、最近はずっとそのプロビジョニング API というのを使って Google Apps のアドミニストレーションのファンクションを、提供するような API の、サーバーサイドの方の開発に従事しています。今日はよろしくお願いします。NTT コメヤの桜木と申します。Cネットジャパンさんの方で読者ブログというので、Google データ API のサンプルとかいろいろ書かさせていただいております。よろしくお願いします。宇野株式会社のビドと申します。弊社の方で、コンシューマー向けのウェブサービスの開発とか、他にもいろいろやってるんですけど、基本的にウェブアプリケーションを開発とかをやってます。で、G データなんですけど、ちょっとユーザーとしてまだ使ったことがなくて、ドキュメントを読んだぐらいちょっといろいろご迷惑かけると思うんですが、今日は都合の悪いことは全部デブヌルにリダイレクトする用意をちゃんとしてきましたので、よろしくお願いします。はい、皆さんありがとうございました。それではですね、最初のお題に行きたいと思いますけれども、そもそも今日のテーマである Google データ API G データとは何でしょう。人によって解釈いろいろあると思いますし、その経験によっていろいろ見方が違うと思いますけれども、皆さん自身にとって G データって何なのか、どういうものなのかということをお話しいただけたらと思います。そうですね、先ほど時計回りで行きましたので、じゃあ今度反時計回りで尾藤さんからお話しいただいてよろしいでしょうか。はい、そうですね、僕実際その Google データ API を使ってプログラムとか、実際書いたことはないんですけど、API を使ってマッシュアップするっていうのにはやっぱ結構未来を感じてて、全部自分で作っちゃうとやっぱすごい開発コストとかがかかってくる、時間もかかるしっていうのがあって、そのマッシュアップとかを使って工数を短縮できるっていうのは非常に魅力的だなと思ってます。でやっぱりそのウェブサービスってスピードが結構重要になってきて、やっぱ競争の社会なので、誰かがサービスを始めると似たようなサービスがこうガンガン出てきたりするので、やっぱりスピードっていうのをすごいやっぱ重視してですね、そういう意味でその開発期間の短縮に使えるっていうのにはすごい未来を感じています。であとはその Google データ API を使うことで共通のインターフェースが提供されるっていうのが
まあ、やっぱりその会社にとっても非常に楽だなと。なんで、まあ、一つのライブラリーとかをずっと使い回すだけで、いろんなことができるっていうのは、やっぱその開発コストを短縮するっていう意味合いでは非常に魅力的だなと思ってます。スピードを短縮する、あるいは開発のコストを短縮する上で、まあ、G データ非常に有効であると。そうですね、そう思考えられているということですね。はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあ、桜口さんお願いいたします。ブログの方であのサンプルいくつか作って試したところ、非常に使いやすいなというのは第一印象です。特に JSON とかで、データを取りますと JavaScript と HTML だけで、まあ、いろいろと、表示できるので、私としては、はい、そこは楽だなという思ってます。特に あと他にですね、マッシュアップとかいろいろある今出てるんですけれども、大概使いたいというデータがなくてですね、そういった場合に Google スプレッドシートとかにデータを載せて、そのデータを使ってマッシュアップできる、自分のが欲しいデータを受けるというところが一番魅力的かなと思ってます。以上です。使いやすい、楽だということですけれども、もし G データがなかったら、そのマッチアップアプリケーションを作れない場合ってやっぱり出てくるんですかね。そうなりますと、自分でそのデータを送信するサーバー側を作らないといけないですので、やっぱり、はい、楽だなというのはですね。なるほど、とにかく楽だということですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、アキラさんも一応お言葉いただいていいですか。私はちょっとサーバーの開発にも従事しているので、あまりこう利害関係がすごくはっきりしすぎているかもしれないので、もう Google データはどんどん皆さん使ってくださいと言いたいんですけども、開発者からすると本当にちょっとつまんないかもしれませんけど、ウィローさんと桜木さんがおっしゃったことがまさに同じで、やはりウェブブラウザを使っていろんな情報を見れるっていうのは、まあ、それはもちろんそれが基本であるんですけども、それによってまあ我々の今の生活が成り立っている部分も多いと思うんですけども、だけどそのもう本当に多大な、ユーザーからインプットされたデータとか、例えばカレンダーとかアドベースとか、あとまあ YouTube とかも、まあ、自分自身が作ったんじゃなくても他人が作ったようなユーザーがプロバイドしたコンテンツを、それをさらにプログラマティカリーとウェブブラウザーじゃない方法でそれを持ってこれるっていうのが多分すごい魅力、多分というかすごく魅力的で、それによって後でこれは話すことになるかもしれませんけど、マッシュアップとかできて、例えば Maps とカレンダーイベントを組み込んだようなものとか、あとスプレッドシートを使って何かやるとか、いろんな方向可能性がつながってきて、さらに日本だと携帯端末の勢いがすごいじゃないですか。携帯端末を使ってその Google にあるいろんな情報を持ってくるっていうのは G データみたいなのはまさにすごい適切っていうか効率がすごく良くて、それでその Google 上でウェブブラウザーでアクセスできるインフォメーションが携帯端末からも同じものができるっていうのはすごくさらに携帯の使い勝手を良くするっていうことで非常に将来有望なんじゃないかと思います。なるほど、他人が提供したデータを、まあ、有効に使えるというのが非常に大きな特徴。そうですね、それをブラウザじゃなく、さらにそれを他の端末からも G データを通して他の端末でもそれを、アクセスできるという、はい、で他の端末というと、その真っ先に思い浮かべるのが日本の場合特に携帯電話、携帯ですね、でそれから他人が提供したデータを有効に使えるというのは大きな魅力だということですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ岸本さんにとって G データですね。私はまあ仕事でGoogle データ API を、まあ、使っていただくのを進めてパートナーさんにこう展開していくっていう役割をしてたんですけども、まあ、その際に非常に簡単なんです。で自分でまあ、アップスのドメインを作って、でユーザーを作るたびに、まあ、プロビジョニング API というのを叩くんですけども、そのテストをするために、まあ、自分で作ってみたんですね。でライブラリーをダウンロードして展開して、で PHP 走らせて、で自分のアカウントだったりそのパスコードみたいなのを入れると、もうそれでできちゃうんです。でライブラリーが充実していて、で、まあ、そこを少し変えるだけでまあ、Apps を自由にApps のユーザーアカウントを自由に制御できる。でこの簡単さっていうのは、まあ、一般のそのパブリディベロッパーの方にも
有効なんですけども、その法人エンタープライズの方々にも非常に喜んでいただけると思っております。で個人的にはどんどんそのマッシュアップサイトなんかにも使われていただきたいなと思うんですけども、個人的には法人向けですごく使いやすいインターフェースとしてありがたい存在です。エンタープライズ向け、つまり法人向けにも非常に有効だということですかね。特にそのユーザーアカウントを制御しやすいという点が、大きな特徴かと思いますけれども、はい、岸本さんの話の中でそのドメインっていう言葉、それからのプロビジョニング API という言葉が出てきましたけど、はい、これってどういうことですか。はい、Apps for your domain といって、Google Apps をそのお好きな会社のドメインに対応させて使うサービスがございます。で、会社の方に、それに、登録していただいて、そこで使える、ユーザーさんを、定義する必要があるんですけども、その定義を、簡単にしてくれる、その定義を、ユーザーを作ったり、そのユーザーの利用を止めたりっていう API がプロビジョニング API と呼ばれるものです。ユーザーアカウントを制御する API がプロビジョニング API。 はい、あ、じゃあ補足させる、それの、一番 の, そのエンタープライズっていうのがそこに入ってくる、一番 の, そ の,、そのエンタープライズと、G データとプロビジョニングの接点は、そのユーザーを定義するときに、例えば10人とか20人のドメインだったら、もう本当にウェブのインターフェースを使って、そのドメインコントロールパネルっていうのがあるんですけども、そこに行って、例えば直樹、明って岸本さんってこう書くのも簡単じゃないですか。それが例えば何百人何千人といるような会社が Google Apps を使うとしたら、それこそもう 手で一人一人をウェブのフォームを使って書くのはもう途方に暮れちゃって嫌になっちゃうときに、その G データがあるおかげで、その例えばその会社が使っている LDAP とか Active Directory からプログラミングを使って、その LDF なんでも何でもアウトプットで出すと、それをプログラミングを使って全部 G データを使って、もう自動でユーザー定義をするっていう、そういうところがまさに非常にいいところだと。なるほど。つまりこういうことですかね。G データとプロビジョニング API があるおかげで、大量のユーザーアカウントを自動的に制御できる、あるいはその修正ができてしまう、それが一つの大きなメリットだということですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。では桜庭さん、桜庭さんにとっての、G データ、Google データ API とは何でしょうか。いくつか観点があると思うんですけども、まずはじめに、フィードですね。フィードの重要性というのは非常に高まっていると思うんですけども、フィードを扱う人、開発者とかにとっては、RSS のバージョンが非常に問題になると。で、それが Google データで統一できるということは非常に嬉しいですね。もう RSS のバージョン で困っている人多分かなりいると思うので、そういう人たちにとっては非常に使いやすくなる。で、かつ、オーセンティフィケーションとかクエリとかいう使いやすさの面で、かなり良くなっていますので、そういう点では開発者にとって非常に嬉しいという点と、あと、今までのフィードっていうのはサーバー側からユーザーの方に一方通行だったのが、ユーザーの方からサーバーの方へという流れですね。そっちが、面白くなってくるんじゃないかと。 Google データを使うことで、自分の持っているデータをサーバー側に持っていくということは、プログラミングでもできますし、いろんなところからできるんじゃないかなと思ってます。なるほど。まず一つ目はそのフィードの重要性という観点から、今までその RSS のバージョンがたくさんあって、RSS のバージョン相違地獄とでも言ったらいいんですかね。そういったものから、Google データ API を使ったら解放されるというのが一つの大きな点。そしてそれに付随しますけれども、オーセンティケーションやあとクエリーを扱えるというのがメリット。それともう一つ大きいのが、サーバーからデータをダウンロードするだけではなくて、ユーザーの方からサーバーにデータをプッシュできるということが大きな点だということですかね。はい、ありがとうございます。それでは増井さん、お願いいたします。僕はなんかちょっと違ってですね、どちらかというとサービス提供側からとして、もしこう自分が今作ってるアプリケーションというのは自分で独自の API を持っている、Rails で作ってることは僕は多いんで、 Rails の規約に沿った API を作ってるんですけど、これを Google の G データにもし切り替えたら、他のものを例えばマッシュアップしやすいとか、もしくは全部今その API のドキュメントを全部自分で書いてる、フォーマットの指定の方法だったりとかバージョニングの話だったり、
でそれを全部顧客に読んでもらってマッシュアップしてもらわなきゃならないっていうのを手軽にできるっていうのであれば、これは自分の方のサービスとしてもこう Google マップス、Google のデータのこうあの API を実装するっていうことのメリットが出るのかなっていうのは、ちょうどこれに参加するようになってから考え出してきて、自分としては逆にサービス提供側としてデータを提供する方としていい口になるのかな、他の人に使ってもらいやすい口になるのかなっていうふうに思ってます。はい、サービス提供側にとってもこうデータを出すいい入り口になりうると、はい、そうですね、外からデータをユーザーに使ってもらうためのいい入り口として使えるんじゃないかなっていうふうには、逆になんか今のこの名前だとどうしても Google のデータを使う API っていうイメージがもともと僕にはあったんですけど、別にそうじゃなくてもいいんだなっていうことに、最近やっと気がつきました。自分のデータを使ってもらうためのインターフェースとしての使い道です。これなんかあの ライブラリーとかってあのクライアントのライブラリーが用意されてるんですよね。逆にそのサービス提供側が G データに対応した API を作りやすいようなライブラリーとかを提供する予定っていうのはないですか？いや、このライブラリを使えば G データに対応した API が作りやすいよっていうサービス提供側に使ってもらうようなライブラリみたいな、なんですか、なんか Rails のプラグインとか。そうです、 Rails だとアクティブリソースとかで対応させれば、うん、結構かなり実は Rails のも同じようにあの API を 2.0 で定義してるので、それにかなり実は近いところがあるんで、うん、まあ、そうなったらいいですよね、はい、あのうちとしてもすごくさらにうちのデータを使ってもらえるってことになるんで、はい、すごくいいと思いますね。でもそれに関連した話で、今アパッチの方でアブデラっていうプロジェクトがあるんですけども、はい、あれは G データじゃないんですけども、Atom APP のプロトコルのライブラリーがあるので、はい、そういった方向とかも、すごく面白いと思いますね。オープンソース的なものとか、はい、スタンダードとかね、それを、今Google 内の中でもいろいろ例えばプロビジョニング API と Google ベースの API では少しちょっと、はい、いわゆるシンタックスっていうんですか、はい、それがちょっと違ってたり、パラメータの定義の仕方もちょっと自由すぎたりとかいうのも、はい、ちょっとこれは、内輪の話なんですけどもあるんですよ、はい、だそういうことをスタンダードスタンダーダイズして、はい、Google 内でそういうふうにしていくといろいろ方向性が広がると思います。と一緒にこうサーバーを作った時のテスト、サーバーがちゃんとできているかどうかのテストスイートとかまであると、うん、サーバーをリリースする方としてはすごいやりやすくなります。そうですよね、うん、でそういうふうに G データの API というとやはり結局先ほど Atom で、はい、こう URL だったりパラメータだったりするんで、そしたら例えば Rails 用のライブラリとか、はい、あと Python 用のライブラリとか、はい、あと Tomcat 用とか JT コンテナライブラリとかもそういう可能性もすごい広がってきて、そしたら、うん、さらに面白くなると思うんですけど、